レン？なんてことだ、レンちゃんがリアクトされるなんて。でもあの表情、いつものあの子じゃないわ。あなた方はレベリーメザーランス様には決して手出しできない。今度こそ終わりです。なんて卑怯な。なんとでもご自由に。分かってますよね、クーさん、ローエン、キーヤ。ここはレンさんの武器を封じるしかありません。レンさんを傷つけることなく、武器だけを破壊してリアクトを解除させるんです。無限に力が湧いてくるようだ。もう無駄なことしない方がいいんじゃない？七光宝珠がこちらにある今、お前たちに勝ち目はない。一気に終わりにしよう。終わらせるかよ！天は言ったんだ、俺と一緒にって。だから終わらせてたまるか！ロックオン！クー！クーさん！抵抗など無駄だ。レンさん、スパイ！先輩！私たちエディル・レイドは、あなた方ガーディアンが作ってきた愚かな歴史を断ち切ります。二度と戦いを起こさない世界を作るために。戦いを起こさないと言いながら、我々ガーディアンと共存する気はないんだろう。あら、あんたたちが抵抗さえしなきゃ、私たちの道具として生きる権利ぐらいは保証してあげるわよ。戦いたくないのなら、それしか方法はないだろう。古い書物によれば、遥か太古の昔、このエディルガーデンはまだ大地にあって、エディル・レイドとガーディアンが共存していたそうです。そこでは誰もが歌を口ずさみ、その言霊の力で様々な物事が良い方向に導かれていました。ところが、いけるか、チル。任せてなのよ。頼む、ギリア。え、レイさん。いつしかガーディアンたちは歌を忘れて互いに争い合い、その道具としてエディル・レイドを使い始めた。故に世界を取り巻く波動は乱れ、エディル・ガーデンは大地を離れ空に浮かび上がった。ガーディアンに七光宝珠を奪われた我々は、仲間の中でも最も力のある者を女王と仰ぎ、その力を消費して今まで耐えてきたのです。ですが、それも今日までです。こうなってはもうやむを得ません。先輩、やはりレンさんを、レンさんを封印します。先輩、それしかないでしょう。キーヤ、険しき波の印ある、ふとのりともと言い払い、わたつみの神の長い線、大海の原の田向け線だ。おざごめんな。
ちの行動こそ異なる種族の共存などありえないことの証明だ。そんな、あなた方が愛した者の手で永遠の旅に出なさい。ルンさんも必死に戦っているんですね。抵抗はおやめください、レベリーメゾランス様。ガーディアンと交わったらまた戦わなくちゃならなくなっちゃうでしょ。ガーディアンなど駆逐し、エディルレイドのための世界を作るのだ。そんなの本当に幸せなの？少なくとも私はそうは思わない。ガーディアン人間と出会ってリアクとして幸せを感じる、そんなエディルレイドだっているのよ。そんなものはガーディアンに飼いならされたエディルレイドの幻想です。幻想じゃない、ガーディアンにもエディルレイドにも同じ心があるんです。絶対に分かり合えるはずです。だったらなぜアークエイルがあるのです？あなた方は我々を保護したいという、しかし我々はそもそも保護などされたくなかった。それなのにあなた方は保護という美しい言葉で巧みに我々を隔離した。それは結局我々を危険な道具としか見ていないからだ。同じ心がある、そんなの嘘や。確かに間違いはあったかもしれません。でもそれはあったかもで済まされることではないのです。だからってガーディアンをさらってスティンレイドにしていいわけ？我々は貴様らと同じ手でただやり返しただけだ。だからもうやめましょう。そんなこと、戦うだけの歴史を繰り返してきたのそっちでしょ。そんなガーディアンばかりではありません。少なくとも私たちはあなた方と共に。何度過ちを悔いても戦争をやめないガーディアンに託せる未来などありません。やめろもうやめろよ。人間がどうの、エディル・レイドがどうの、こんな理屈が何なんだよ。俺はレンが好きだ。レンがエディル・レイドだからじゃない、レンがレンだから好きなんだ。だからずっと一緒にいたいんだ。それだけじゃダメなのかよ。歌を失ったガーディアンに生きる価値などないのです。クーさん逃げて。恐れないで、それはあなたの中にあるものなの。それを素直に伝えて。大丈夫、あなたにならできる。あの声の思いがあるから。開けし時に生まれしは、人にはあらず、土にもあらず。国を幸わう言霊の、思い乗る乗り、力乗る乗り、乗りとなるべき乗りならん。いざ、乗り交わさん。海なさ、頭の中に麗しきもの、海なさ、いざ乗り合わさ、海なさ、大きなるなる海なさ、今しとあれと互えない。
ノルゴトの葉も、ムダキシの根も、一つにこそあり、いわしとあれと。なんだ、これは。うっさ。これは、一体。まさか、これが失われた歌。山清く、川澄渡り、人の縁。鳥鐘とよむ、うましくん。雨土の、寄り合い極み、よろずよに。栄えゆかんと、祈り祭らず。忘れめや、別れゆくとも、今しと我の、同じことの葉。限界か。違うのよ、ファルコンとの契約が。ファルコン、あれ。スティンレイドの人工核遺子が消えていく。一体何が。姉さん、私たちの契約がなくなったわ。それじゃ、やったのか、クド。失われた古代の歌。まさかこんな時が来るとは。私は間違っていたわ。お願い、ガーディアンを、人間を嫌いにならないで。私は変われた。みんなも変われるかもしれないから。レベリー・メザーランス様。オーバス、我々の負けか。ああ、なのにおかしいな、敗北感がないんだ。クー、ありがとう。クーの言葉すごく嬉しかった。いや私からも言わせて。ん？私もずっと一緒にいたい。だってクーがクーだから。よかったね、二人とも。そっか、二人でいることそのものが大切だったのに、私はそれを断ち切ってしまったんだ。だから彼女は。先輩、どうしたの、シスカ。皆さん、お元気ですか？またそれぞれの日常に戻って頑張ってることと思います。理想的な状況がいつまで続くかは分かりませんが、理想というのは現実をそこに近づけさせるためにあるのですから、頑張らなくちゃです。犠牲になった数々の人たちのためにも。もう二度と悲しい歴史を繰り返したくないですもんね。アークエール本部では、もう決して戦うことがないよう話し合いが行われています。今日の誓いを100年、200年先まで心に刻んで守り続けましょう。本当に理想が実現するのは
それぐらい先かもしれません。長い目でよろしくお願いします。平和な日々は確実にやってくる。私はそう確信しています。あ、そうだ、皆さんの近況もお伝えしますね。ラサティさんはもう戦わなくていいってすごくホッとしてました。でもリーリアさんが最近助走を進めて困るって、あれ、うん、あっ、うわ、ミルナやめろ、こんな服僕には全然似合ってるわ姉さん、かわいい、うん、ボルクスさんはアークエールの仕事をやってくれているようです。行くぞチエル、任せてなのよ。そしてを発見、真の北東位置に下方45度、やっしゃ、未だにエディル・レイドを捕まえて利用しようとしてる奴らめ、このクードバンジュレット層が叩きのめしてやる。クッ、初めてだな、怖くないか、大丈夫、よっしゃ、しっかり捕まったらよ、うん、一気に行くぜ、うわ、なんだ、はい、お久しぶりです。 なんでお前いろいろと見聞を深めておかなくてはと思ったんです。アークエイルの未来のためにも。そんな理屈よりまた旅をしたくなったんです。そうそう、あんたたちと一緒にね。あ、ずるいですよ、おいしいとこだけ二人して邪魔すんな、俺とレンの初めての出撃なんだぞ。いやー、そんな記念すべきタイミングで合流するなんて、私たちはやはりご縁があるんですね。違うっての。でもえ、なんか楽しいそうだな、よし、みんなまとめて突撃だ。うん、エデルレイドたちは保護した、仕事は終わりだ。そりゃないよ。少年と少女の冒険の物語は一つの終わりを迎えた。だが同時にまた新たな二人の物語が始まる。その行く手には何が待っているのか。迷う時もあるだろう、涙の日も来るだろう。それでも二人が見つめる未来は明るいと信じよう。そこにあるのは我々の未来でもあるのだから。あの星の向こうまでずっと一緒に行こうな。うん、息できるかな。